よろしくお願いします。地唄動画講義、新浮船編1、歌詞解説です。私は愛知教育大学の田口久幸と申します。邦楽関係者の方には、箏曲地唄50選、歌詞解説と訳の著者であると言った方がね、わかりやすいかもしれません。私の動画講義はですね、ここにあります、この青色の山部の赤人動画講義というものがまずありまして、これは時代で言うと上代にあたります。それから緑色のところ、伊勢物語前段動画講義というのがあります。これは中古にあたります。そして、江戸時代の地唄に関する地唄動画講義があるわけですね。時代で言うと近世ということになります。そして、この地唄動画講義はですね、この1、2、3というふうに、構成が1、2、3というふうになっておりまして、まず歌詞解説があります。今やっているものですね。それから2として、ゆかりの地田んぼ。これは上下があります。そして3の演奏があるんですね。歌詞解説をして、で、まあ、ゆかりの地についてもね、知識を、まあ、深めてもらって、そして実際に演奏を聴いてもらうというような形になっております。で、今やっておりますのは、新浮船編なんですが、もうすでに、長良の春編というのがね、あります。ね。新浮船編と長良の春編があり、それぞれがこの1、2、3という構成になっているわけです。そして、その他にですね、両編を取り終えた後にですね、解説者と演奏者、私が解説者ですね、それから演奏してくださっている、お二方の先生が見えますけれども、その三人でですね、提談をしてみようというふうに、考えておりまして、それも、ご覧になることができます。詳しくはですね、この地唄動画講義の目次ページをご覧ください。で、関連していますとですね、前回の長良の春、それからですね、これは地唄動画講義とは関係ないんですけども、今回というね、また地唄があるんですけれども、それのですね、私が書いた論文がありまして、この地唄動画講義の目次ページから、飛べるようになっておりますんでね、ご覧ください。論文なんていうと、ちょっとなんか敷居が高いような気もしますけれども、その一節にですね、本文と訳が示してありますんで、本文と訳だけ見たいっていう方はね、一節だけ、見ていただければ、手っ取り早いかなというふうに思います。それからですね、この新浮船編に関しましてもですね、新浮船編に関しましても、論文はもう書いてありまして、平成26年の春頃には、閲覧できるようになる予定ですので、とにかく、地唄動画講義の目次ページをね、ご覧いただきたいなというふうに思っております。で、このですね、地唄動画講義で私が何言いたいかというと、これ長良の春編の時も言いましたけども、文学と音楽の融合、詩と曲の同調ということを言いたいんですね。新浮船で、言いますと、これちょっと見てください。ここ、一番目のところね、詩が、ゆったりした感じの歌詞になっている。で、曲調もゆったりしている。だから、詩と曲の同調は言える。で、二番目のところですね。詩は乗ってくる。曲調も乗ってくる。だから、詩と曲の同調が言える。で、三つ目のところ、ね。ちょっとこう、点線で、区切ってありますが、この三つ目のところはね、内部に緩急、緩という、そういう緩急があるもんですから、こんな風にやったんですけれども、緩のところ、ゆったりのところで言えばね、詩と曲の同調が言える。と思うんですよ。ただ、歌詞的にはですね、歌詞の内容としては、ゆったりっていう感じじゃないんで、どんよりっていうふうにしました。どんよりっていうのは、ゆったりした曲調か、乗ってくる曲調か、どっちに合うかって言ったらね、ゆったりした曲調に合うと思うんでね、どんよりゆったりで、丸と、一曲の同調しているよっていうふうに判断しますね。そうすると、丸、バツ、丸と。ここ例外になるんですけれども、こんな風に言えるんですね。これ見てください。
一曲の同調、ね、ほぼ言えるんじゃないかなというふうに思うんですよね。こんな風に、歌詞の内容をよく知って、で、実際にね、3の演奏を聴いてもらうとですね、一曲が同調してるんだっていうことがね、文学と音楽が融合してるんだっていうことがね、わかると思うんですね。新浮舟編、新浦舟とか、長良の春の場合はね、そういったところをですね、まあ、音楽の関係者の方、それからまあ、文学の関係者の方ね、どちらにとってもね、有益なことなんじゃないかなというふうに思います。ね、詩と曲の同調、文学と音楽の融合というのはね、音楽の関係者、文学の関係者にとっても、両方にとってね、有益なことだと思うので、こうやって、動画講義にね、撮って、皆さんに知っていただこうとしているわけであります。でですね、この新浮舟編なんですが、新浮舟編、まずね、作詞作曲について、は、こんな風になっております。で、新浮舟なんていうね、名前でもピンときた方はいらっしゃると思いますけれども、源氏物語に取材しております。ね。で、ただね、浮舟という別の曲があるもんですから、それと区別するために、新浮舟というふうに呼ぶというふうになっております。まあ、作詞作曲は、こんなところですね。はい。それではですね、さっき見ました、これ、ね、1番目のところ、2番目のところ、3番目のところというふうにね、3つに分けてね、やっていこうと思いますが、その前に、歌詞をね、読んで、それから訳をね、言っていきたいと思います。それでは、歌詞をね、読んでいきましょう。最初のところですね。豆人の心の香り忘れねえぞ。色かも綾に咲く花のとあります。ね、ここは、詩と曲のね、同調が言えるところですね。これで言いますと、ゆったりゆったりで同調というわけですね。一番最初のところですね。こんな感じです。で、二つ目に行きます。あだし匂いにほだされて、つつましき名も立花や、小島ヶ崎に近いてし、その浮船の行方さえ、いさ白波の。で、これはですね、こっちで言いますと、乗ってくる乗ってくるってね、青いところですね。乗ってくる乗ってくるで、詩と曲の同調が言える。ね。先ほどはゆったりゆったりで同調。今度は乗ってくる乗ってくるで同調というわけですね。で、3番目いきます。音すごきとありまして、ここでですね、手音って言います。インストゥルメンタルのね、長い間奏が入ります。音すごきとあって、その後、身も宇治川の木図とはなりも果てなで、世の中の夢の渡りの、浮き橋をたどりながらもちぎりあれや。涼しき道にいらんとて、うつつに返す小野の山里というふうになっています。で、ここのところはですね、先ほどの、これで言いますと、緩急緩があるっていうふうに言いましたね。まあ、詩的にはですね、全部どんよりでいいんですけど、どんより路線でいいんですけれども、曲調がね、ゆったり乗ってくるゆったりというふうになるもんですから、まあ、同調が言えるのは、ここのとこと、ここのとこということになりますね。はい。どんよりしてる詩と、ゆったりした曲調で同調が言える。どんよりした詩と、ゆったりした曲調で同調が言える。ここに関しては、どんよりしてる詩と乗ってる曲調なんで、まあ、同調は言えないんで、これは、まあ、例外にしておこうということですね。こんな風になっております。続いて、訳して参りましょう。これは歌詞ですね。で、こっちが訳です。訳のですね、この開業の仕方は、歌詞の開業の仕方に即しております。実直な人、カオルですね。過去カオルの内面の香りを浮舟は忘れてはいないものの、
色かも不思議なほど強く咲く花の。これが、一番目のところですね。で、次行きましょう。浮ついた匂い、かっこ、匂うの宮にほだされて、気恥ずかしい噂も立ってしまいましたよ。立花の小島ヶ崎で、仁王の宮が永遠の愛を誓った、その相手の浮き船は、行方さえ、さあ、どうなるか知らないのですが、板挟み状態にあって悩む浮き船が身投げしようとした川の白波の、というふうになりますね。で、ちょっと、冒険ってあるところ、ね、立花屋とかね、いさしら、なというふうに、冒険打っております。こちらの役の方でもその冒険が対応しております。ね、立ってしまいました、立花の。ね、それから、知らない。ね、それから、知らない。この辺、冒険打ってありますね。言葉がね、かけてあるっていうことをね、分かってもらうためにこういうふうに冒険を打ってありますんで、注意してください。で、三つ目のところ行きましょうね。こんな風になりますね。はい。音は、荒涼としたものでした。しかし、そんな、物憂いも、宇治川の木図とは、なり果てること、宇治川の木図となり果てることはありませんでした。この世の儚い夢の浮き橋をたどるがごとくさすらいながらも、果たして、仁王の宮との契りはまだあるのでしょうか？かっこいいえありません。結局浮き船は迷いを、去った境地に至ろうとして出家を思い、小野の山里で正気に戻ったのです。という役ですね。で、ここのとこもですね、ちょっとこの、宇治川のうというとこね。それから、物ういのうというとこね。冒険打っています。歌詞の方ではですね、ここに、宇治川のうというとこね、冒険打ってあります。この三つ目のところにもですね、言葉が書けてあるところありますんで、注意してください。では、一番目のところからね、見ていきましょう。豆人の心の香りというところからね、あやに咲く花のというところまでですね、ゆったりした詩にゆったりした曲調が合う。だから、詩と曲の同調が言えるというところでしたね。なんでね、この部分がゆったりした詩だって言えるのか、それを説明していきましょう。ちなみに曲の方がね、ゆったりしてるとか乗ってくるとかね、こういう、ゆったりだとか乗ってくるだとか、この点はですね、3の演奏をぜひ聴いてください。あらかじめ、申し上げておきますが、曲調ね、必ず3の演奏でね、確認してほしいなというふうに思います。はい。とにかく、最初のところね、なんでこんな、ゆったりした詩だというふうに言えるのかということを言っておきたいと思います。豆人の心の香りっていうふうに始まりましたよね。豆人というのは実直な人という意味です。から香りというのは、源氏物語第3部で、仁王の宮とともにヒーローとなる薫をも示しておりますね。役の方は、実直な人、かっこ薫の内面の香りを浮舟は忘れてはいないものの、実直な人、薫の内面の香りを浮舟は忘れてはいないもののという、ね、ものでしたね。で、豆人の心の香り、ね、香りで始まってるってことがね、大事だと思うんですよ。で、香るっていう人は、のどかとかのどやかっていう言葉がね、使われる人なんですね。天橋の源氏物語ではですね、のどか、ね、のどやかなんていうふうにあります。で、これは詳しくは論文の方をご覧ください。この言葉が使われる人であるということね。のどか、のどやか。ね、ゆったりした感じがするでしょ？ね。ということは、ゆったりした詩だということが言えるんじゃないかなと思うんですね。香るで始まる。で、香るってのはゆったりした人。だから、詩的にゆったりしているということなんですよね。
はい。がまたね、こんな風にも、ありますね。他のところですが、老成してるってことも言えるんですよね。カオルはやや老成した感じのありさま、心遣いで、手本にしたいほどの人だっていうね、こういう、まあ、紹介のされ方もしておりまして、まあ、老成というところからね、ゆったりした人物。ね。だから、まあ、詩的にゆったりしているっていうふうに言えると思うんですよね。カオル、ゆったりしたカオルで始まるっていうことはね、すごく大事だと思うんですね。その、恋人の心の香り、忘れねど、とあって、次にね、色かも綾に咲く花のってあるでしょ？ね。色かも綾に咲く花のってありますよね。ここなんですけれども、さっきのところね、豆人の心の香り忘れねどっていうところでは、香るの存在とか性状および浮舟と香るの関係性っていうのはね、この豆人の心の香り忘れねどからね、わかりましたよね。関係性が、存在性状ね、香るの存在性状および浮舟と香るの関係性っていうのは示されていましたよね。それに対してこれどうですか？色かも綾に咲く花のってあるんですね。色か。これ、匂いとは言ってないんですよ。匂いだったら匂いのみやってわかるんですけどね。色かっていう言い方なんですね。色かも綾に咲く花の。訳すと、色かも不思議なほど強く咲く花の。色かも強く、不思議なほど強く咲く花のっていう訳ですね。匂いのみやのことなんだけども、はっきりとはわかんないね。匂いのみやの存在、性状および浮舟と匂いのみやの関係性は、明確には示されてないんですよね。わかるのは次の行の、あだしにようにほだされてっていうところで示されるんです。ね。だから、ここのところ、まだね、出し惜しみして、ね、はっきり示さない。つまり、漠然としてるってことですよ。その漠然とした感じが、ゆったり感につながるっていうような気がします。それから、あやにという言葉なんですけども、あやににはですね、不思議といったニュアンスがあるんですね。それも、こう、漠然性につながっていて、こうね、ゆったり感を出しているんじゃないかなというふうに思います。ゆったりした感じの香るで始まるね。そして、その次の行のね、色かも綾に咲く花のっていうところでは、漠然性が感じられて、これがゆったり感につながってるっていうことなんですね。はい。このところのゆったりね、わかったでしょうか？ね。はい。では続きましてですね、二つ目のところ行きましょうね。あだし匂いにほだされてからいさ知らなみのまでのところですね。歌詞は乗ってくる。ね。曲調も乗ってくる。で、詩と曲の同調が言えるということですね。なんで乗ってくるかっていうことを、言ってみたいなというふうに思います。はい、これをご覧ください。二番目のところはね、あだし匂いにほだされてから始まりますよね。で、ちょっと振り返りますけれども、一番最初のところ、豆人の心の香り忘れねどというところでは、香るの性状、それから香るの存在ですね、それから浮舟と香るの関係性というものが示されていました。で、それがですね、二行目のところ、色かも綾に咲く花の、色かも綾に咲く花のというところでは、まだ、匂の宮の正常存在ね、浮舟と匂の宮の関係性なんていうところが、2行目ではまだ示されてなかった。で、漠然としてるっていうふうに言いましたけれども、それがね、この、あだし匂いにほだされてっていうね、ところになってくると、次の行になるとですね、示されるんですよね。匂の宮の正常、それから、匂の宮の存在、浮舟と匂の宮の関係性ね。訳をしますと、浮ついた匂い、かっこ匂の宮にほだされて、浮ついた匂い、かっこ匂の宮にほだされてね。匂の宮の存在、性状及び浮舟と匂の宮の関係性、示されましたよね。さっきは漠然としてました。そういったものが、匂の宮の存在、性状及び浮舟と匂の宮の関係性というものが、示されずに漠然としていたものが、はっきりとね、示されました。明確化します。で、大事なのはね、匂の宮だっていうことです。この赤いとこ見てください。浮舟の匂の宮への思いは燃え上がるものであり、その頂点である自事業以降に向けて今後燃え上がっていくであろうことを予感させる。
今後燃え上がっていくであろうことを予感させる。ということは、まあ、乗ってくる詩だということですよね。で、自事業以降っていうふうにありますけど、自事業以降ってのはここです。立花や小島ヶ崎に近い弟子、その浮舟の行方さえ、いさ知らなみのっていうね、これですね。自事業以降に向けて、今後燃え上がっていくであろうことを予感させるね。なんでね、ここが、燃え上がる頂点かというとね、また後で、言いますけれども、これは源氏物語においてね、二尾宮と浮船の贈答歌なんですよね。それを転居にした部分が、ここなんですね。その贈答歌が、まあ、源氏の中でね、その二人の恋の燃え上がる頂点というふうに、考えられますんでね。新浮船においても、それを転居にしたこの部分が燃え上がる頂点、史的に乗ってくる頂点というふうに言っていいかなというふうに思うわけです。まあ、そういう自事業に向けて、詩は動き出しましたね。二尾の宮との、その燃え上がるね、恋というものに向かっ、恋というものがね、はっきりしてくるわけですよ。乗ってくる人と言っていいでしょう。で、次に行きますね。つつましき名も立花屋とありますね。つつましき名も立花屋。役は気恥ずかしい噂も立ってしまいましたよというものですね。赤いところ見てください。浮舟と二尾宮の関係性は周囲にも勘ぐられるようになってきて、燃え上がる方向へドラマは進展する。ね。ドラマは進展してますね。やっぱり乗ってくる路線が続くと言っていいでしょう。そしてその次ですね。立花屋というところが、こうね。中出しとなって続いていきます。立花や小島ヶ崎に近い弟子。これは、先ほども言いました通り、天家の源氏物語の中のね、贈答歌の、まずは最初の、二尾宮の歌ですね。二尾宮のちぎりの歌です。年ふとも変わらぬものか、立花の小島の先に、ちぎる心。こっちではね、のになってます。小島の先ね。はい。ちょっと違いますけどね。年ふとも変わらぬものか、立花の小島の先にちぎる心はというね、この歌、二尾の宮が浮船に向けて、読んだ歌です。で、この歌っていうのは、新潮日本古典修正のですね、源氏物語8の訳ではね、こんな風に書いてありますね。年が経っても変わったりしない、変わらぬ緑の立花の小島の先で約束する私の気持ちは、年が経っても変わったりしない、変わらぬ緑の立花の小島の先で約束する私の気持ちはというね、ものです。まあ、こんな風に、二尾宮が浮船に対して、歌を読んでいるね。その、歌、ね。これが転居になったものが、これを転居としたものが、この立花や小島ヶ崎に近い弟子なんですよね。はい。熱い歌ですよね。燃え上がる恋と言えるでしょうね。もっと言えば燃え上がる恋のそのね、頂点と言ってもいいでしょう。ね、象徴的な場面です。燃え上がる恋をこう象徴するようなね、場面です。で、その、それをまあこういうふうにね、立花や小島ヶ崎に近いでしていうふうに新浮船では言ってるわけですね。燃え上がる頂点。こっちも燃え上がる頂点。というふうに言えるでしょう。そしてその次なんですけれども、その浮船の行方さえいさ知らなみのっていうふうに続くんですが、実はね、この源氏物語の贈答歌、ね、最初に二尾宮の歌があって、次にね、浮船の変化があります。
と伺いますね。立花の小島の色は変わらずよ、この浮舟の行方知られぬ。立花の小島の色は変わらずよ、この浮舟の行方知られぬというね、そういう、まあ、歌詞の歌があるんですが、新潮日本古典修正の訳では、立花の小島の色、お約束してくださるお心は変わらないでしょうけれど、この浮舟のような私はどこへ行きますことやら、立花の小島の色、お約束してくださるお心は変わらないでしょうけれど、この浮舟のような私はどこへ行きますことやらというね、そういう、まあ、浮舟の歌を踏まえて、これが作られているわけですね。で、この贈答歌、ね、贈答歌を、まあ、燃え上がる頂点だとすればね、こっちもね、燃え上がる頂点と言っていいでしょうね。小島ヶ崎に近いてし、までじゃなくって、ね、贈答歌だから、こっちもね、その浮舟の行方さえ、いさしら波のというところまでね、セットにして、燃え上がる頂点というふうに、言うべきなんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、そこの訳なんですけれども、確認しておきましょうかね。立花の小島ヶ崎で、仁王宮が永遠の愛を誓った、その相手の浮き船は行方さえさあどうなるか知らないっていうね。まあ、ここまでにしておきましょう。ね。贈答歌を転居とした訳としては、まあ、この知らないという、知らないのですが、まあ、ここまでにしておきましょうかね。内容的に、こう盛り上がっていますよね。盛り上がっていますね。燃え上がった贈答歌を踏まえているから、当然燃え上がっているわけなんですよね。というわけで、このところ、ね。乗ってくる詩なんですよ。ね。そして、曲調も載ってますんでね、これぜひ、3の演奏の方でね、確認してほしいと思います。それでは、3番目のね、音すごきから、うつつに返す小野の山里までね、見ていきたいと思います。ここは、詩的にはね、どんよりです。すべてどんよりですが、まあ、ね、前にも言いましたように、曲調の方がね、緩急緩があって、この真ん中のところがね、乗ってきてしまうので、ここだけは、詩と曲の同調が言えないということですね。どんよりゆったりで同調が言える。どんよりゆったりで同調が言える。でも、ここは言えないというわけですね。この二つのところね、音すごき、なりもはてなで、それから、うつつに返す、小野の山だとね、この二つのところでどうして、どんよりなのかという、まあ、どんな風にどんよりなのかということをね、中心に見ていって、この辺はまあ、さらっと流していきたいなと思っております。で、ですね、まず、詩をね、もう一度確認しましょう。音すごき、身も宇治川の木図とは何も果てなる。で、ここは詩と曲が、ね、同調するところですね。世の中の夢の渡りの浮き橋をたどりながらもちぎりあれや。涼しき道にいらんと。ここは、詩と曲の同調が言えないところですね。で、最後のところ、うつつに返す小野の山だと。詩と曲調が合うところですね。はい。こんな詩になっておりました。訳もね、一応見てみましょうかね。訳なんですけども、最初この音は、ね、音すごきのところから訳していきますけども、ちょっとね、前のところ、2番目のところの最後のところから続けてやっていきます。最後のところ、板挟み状態にあって悩む浮き船が身投げしようとした川の白波の、板挟み状態にあって悩む浮き船が、まあ、薫とね、仁王宮の板挟み状態にあって悩む浮き船が身投げしようとした川の白波の音は、荒涼としたものでした。ね、この、自殺未遂、なんですが、まあ、身投げしようとした時の川の音がね、どんな音だったかということを言ってるわけですよね。もちろん、どんよりしていますね。実際音はね、考慮としていたというふうにありますね。しかしそんな物憂い身も宇治川の木図となり果てることはありませんでした。これは回想シーンですよね。回想してこんなふうに、言ってるわけですが、これももちろんどんよりしておりますね。
そして物売りなんていうのもね、ちゃんと言ってますよね。どんよりです。さっきのところ、2番目のところね、燃え上がる恋の、ね、燃え上がる頂点、なんていうふうに言いました。乗ってくる頂点なんて言いましたけれども、本当に一変してしまいましたね。で、次のところですね。これは真ん中のところの例外とすべきところですね。どんより乗ってくるで、首都局の同調が言えないところです。まあ、さらっとやっていきます。この世の儚い夢の浮き橋をたどるがごとくさすらいながらも、果たして仁王宮との契りはまだあるのでしょうか？いいえ、ありません。ね。まあ、さすらっているね。まあ、苦労しながらさすらっているね。で、仁王宮との契りなんてのはもうないんだよって言ってる。で、結局浮き船は迷いを去った境地に至ろうとして出家を思い、寄捨て人になるということですね。世を捨てて出家するってこと。暗いでしょ？ね。どんよりしてますね。はい。で、小野の山里で正気に戻ったのですというふうになります。小野というところもね、それから宇治川の映像もね、地唄動画講義の2のですね、ゆかりの地探訪の下で、示していますので、見てください。小野の山里、ね、小野っていうのは寂しいところです。今でも寂しいところです。で、小野の山里で正気に戻ったのですなんて書いてあると、あれ、どんより路線から外れたのかななんて思う人もいるかもしれませんが、そうではありません。小野の山里で正気に戻ったのですというのも、やっぱりどんより路線の中だというふうに言えますね。まあ、詳しくは後でやっていこうと思っております。ではですね、この第3部のところ、ね、どんなふうにどんよりした証なのかということはね、細かく見ていきたいと思います。はい、1行目のところです。落とすごきってとこなんですけども、その前のところからね、確かめておきましょうかね。その浮き船の行方さえいさ知らなというね、ここのところ。このところは、天挙のね、源氏物語では、仁王宮と浮き船の贈答家の答家にあたるとこですね。変化にあたるとこが、天挙になっておりますね。その贈答家を燃え上がる頂点というふうに考えればね、ここも燃え上がる頂点というふうに言っていいでしょうね。はい。燃え上がる頂点だったんですよね。それが、ほら、落とす動きになってしまうんですね。白波のっていうところから、さっき訳しましたね。白波のっていうところは、板挟み状態にあって悩む浮き船が身投げしようとした川の白波の音は、というね、そのように訳せますね。音は凍涼としたものでしたっていうふうになるわけですが、今度もピンク色のところを見てください。自殺を思う場面なんですね。自殺を思う場面なんです。燃え上がるのとは対照的ですね。もう一変しました。はい。天挙はここですね。浮き船の巻ですね。まあ、詳しくは論文見てください。ね。浮き船が自殺を思うとき、川音が凍涼としていた感じだったことが分かると書いていますね。自殺を思うときにこう聞いていた川音のことなんですよね、これね。はい。どんよりですよね。うん。まあ、ゆったりならぬどんよりした詩である。ね。どんよりした詩もゆったりした曲調とあります。まあ、ゆったりしてればベストなんだけども、まあ、どんよりした詩で、ゆったりした曲調と合うというふうにね。同調を言っておきたいと思います。そしてその次ですが、身も宇治川の木図とは何も果てなでというふうに続きますね。これ、ね、自殺未遂に終わった浮き船が失踪当時を回想する場面なんですね。まあ、詳しくはね、論文見てください。まあ、それに相当するかな、というのであれば、このあたりね、手前の巻のこの辺が、それに対応するのかもしれませんね。それに対応するかと思います。で、まあ、自殺未遂に終わった浮き船が失踪当時を回想する場面ですから、もちろん、どんよりしておりますね。どんよりしております。で、こんなね、この、冒頭のところ見てくださいね。物浮いみっていうね。物浮いっていうね、言葉もかかってますんで、まさに暗いわけですよ。ね。
自殺未遂に終わった浮舟が失踪当時を回想する場面でどんよりしております。ああ、死ねなかったなっていうね、そういう心境。物浮いというふうにもあります。どんよりしておりますよね。どんよりしております。で、その次のところは、こんな風にね、流れていきます。このような儚い夢の浮き橋を食べるはごとくさすらいながらも、果たして仁王の宮とのちぎりはまだあるのでしょうか？いいえ、ありません。結局、浮き船は迷いを去った境地に至ろうとして出家思いとあって、またどんよりしておりますよね。さすらってる。そして、仁王の宮とのちぎりなんかないっていうね、思い。それから、意を捨てようというね、意を捨てて出家しようという、そういう、流れですので、どんよりしているわけなんですね。今のところは、首都局の同調が言えないんで、これぐらいにしておきます。それではね、最後になりましたが、うつつに返す小野の山里ですね。はい。これ、正気に戻ってもですね、正気に戻るってことなんですけども、小野の山里で正気に戻ったのですということなんですが、正気に戻っても、まだどんより路線にいるんだということを、確認したいと思います。ですね、正気に戻るってわけで、これでなんかね、どんより路線から抜けたなんて思う人もいるかもしれないんで、そうじゃないよということを言っておきたいと思います。でね、これ見てください。新潮日本古典修正の源氏物語8のページ数をですね、示してですね、流れをまとめてみました。ね。で、うつつに返す小野の山里に対応するのっていうのは、この、手習いの巻の188とか、192ページだと思うんですよね。188ページではいくらか意識が戻ります。192ページでは完全に正気に戻ります。なんでそんな風に判断できるかっていうと、これはもうね、この、新潮日本古典修正、源氏物語8の192ページ、途中1、2を見てください。ここで完全に初期に戻っている。こんなところが転居だと思うんですけれども、いいですか ?188 とか192っていう数字を覚えておいてくださいね。その後、浮き船すっきりするのいつかっていうとですね、ここ見てください。青いところです。229ページですね。念願の出家を果たした後、心安く嬉し、胸の飽きたる心地といった状態になるんです。心安く嬉し、胸の飽きたる心地っていう風になる。229ページまで待たなきゃいけないんですよね。はい。だから、この辺っていうのはね、まだね、そんな境地には至ってない、どんよりしたところだ。で、この緑色のところ見てください。緑色のところは前の行の、涼しき道にいらんとて、のね、転居になってる、対応するであろうというふうに思われるところです。190ページ、213ページ、225ページなんかですね、解放してくれているあまに出家を願う。それから、出家を願い、経を読む。僧図に出家を願うなんていうね。こういうあたりが、前の行の、と対応するところなんですけれども、ほら、ね、188,190,192,213,225 ね、で、この緑色のところ、190,213,225 なんていうところは、世を捨てて出家したいなんて思ってますからね、そんなことをもうずっと思ってるっていうことなんで、再三思ってるっていうことなんで、この正気に戻ったところ、ね、このあたりでも、ね、やっぱり、その、どんよりした感じなんだろうってね。この上にまとめてありますけど、このあたりはね、どんよりというふうに見るべきだと思います。ね。初期に戻ってもまだどんより路線にいるよっていうことはね、押さえておいてください。ちなみにですね、詳しくは論文を読んでほしいんですけども、その論文にはですね、新潮日本古典修正のですね、源氏物語8のですね、手習いの巻242ページに書いてあるね、ところをですね、参考までに示しました。そこには何が書いてあるかと言いますと、ですね、念願の出家を果たす前の浮舟が、
どんな日々を送っていたかということが簡潔に述べられているんですね。念願の出家を果たす前の浮舟がどのような日々を送っていたかということを振り返って簡潔に述べた箇所があるんです。それはですね、修正の訳で言うと、今までいくつきもうつうつと塞ぎ込み、くよくよ考え込んでばかりいられた。今までいくつきもうつうつと塞ぎ込み、くよくよ考え込んでばかりいられたっていうふうにね、言われてるんですよね。簡潔に、ね、振り返って簡潔に述べてあるんですね。うつうつと、塞ぎ込んで、くよくよ考え込んでばかりいたっていうふうにね、そういうふうに振り返って、簡潔にまとめられているところがありますんで、ね、この辺ね、うつうつと塞ぎ込み、くよくよ考え込んでばかりいたというふうな、ことなんでしょうね、うん。で、念願の出家を果たして、心安く嬉しい胸の飽きたり心地というふうになるんだけども、この前のところはね、うつうつと塞ぎ込み、くよく考え込んでばかりいられたということなんですね。だから、最後のね、この、うつつに返す小野の山里もね、どんよりとして、おきましょう。まあ、そうやって考えますとですね、これ、ね、はい、いかがでした？どんよりゆったり、ね、どんよりゆったりっていうことは、お分かりいただけたかなというふうに思いますね。ことっこ同調しております。で、振り返りますとね、1番目のところ、ゆったりゆったりで、一曲同調してました。2番目のところ、乗ってくるで同調してました。ね。で、今言ったところですね。この2つの丸ですね。まあ、こんな風にして、詩と曲の同調が言えるわけです。文学と音楽の融合ってことは言えるんですね。非常にね、私なんかこれ、やってて、すごく面白かったです。まあ普段はね、文学ばっかりやってるものですから、こういうふうに音楽との関連というのがね、音楽との融合ね、というものが、こう言えるとね、すごく面白かったです。これは音楽の側の人にとってもね、そうなんじゃないかなと思いますね。歌詞の世界を深く知ることが、音楽とね、同調してて、面白いんだなっていうね、気づきになると思うんで、一人でもね、多くの人に、これを見ていただければなというふうに思います。それではね、2のゆかりの地探訪や、3の演奏、ね、そして、ながらの春編、そして、解説者と演奏者の提談なんかもね、ご覧いただければなというふうに思います。どうもありがとうございました。